コミュニケーション TV。 こちらは札幌を拠点に活躍する料理家あおちゃんのキッチンです。あおちゃん。はい、どうもあおちゃんです。今日は、僕のスペシャルレシピを伝授しようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の学生リポーター札幌ゴミュニケーターは藤井さん、岡くん、佐藤さん。リデュース、リユース、リサイクルの 3R から今回はリデュースをテーマに、冷蔵庫に余っている野菜を上手に使うあおちゃんの使い切りレシピを学びます。こちらが今回の材料ですね。はい、まあ、冷蔵庫の中にね、いろいろ中途半端になっちゃった玉ねぎとか人参とかにはいっぱいあると思うんですけども、そんな時はね、もうカレーを作っちゃうと、ゴミ出さないように野菜は皮ごと今日はね使います。大根はね、いちょう切りにしましょう。カレーに大根なんて入れるんですね。おでんとかにも入るでしょ。したらちょっとトロトロとしたカレーの中に入ってても同じ感じになるので、食べたら美味しいんですよ。へー。カレーに甘みとコクが出るので、かぼちゃもおすすめです。材料を一口大に切ったら炒めていくんですが、最初に炒めるものがカレー粉ですね。みんなカレー粉って香り飛ぶから最後ってイメージがあるけど、カレー粉のね、香りって油に溶けるから、油があるうちにやっといた方がね、美味しくなる。カレーの香りがする。カレーのいい香りがしてきたら、強火にして鶏肉を炒めます。表面の色が変わったら、玉ねぎ以外の野菜を一気に加えます。野菜の端が透明になってきたら、玉ねぎを加えるのですが、ここで一手間。袋を使って玉ねぎに小麦粉をまぶしてから加えると、ルーがダマにならずに滑らかになるんです。水は少しずつ 3,4 回に分けて加えます。とろみがついたら次入れるとやると滑らか。小麦粉の量と油の量と水の量が合ってれば、絶対最終的に同じ硬さになるので。じゃがいもが柔らかくなったら、塩、中濃ソース、ケチャップ、醤油を入れて味を整えます。最後にキャベツをバサッ、食感ですね、食感ですね、入れちゃいます。はい、キャベツがしんなりしたら、冷蔵庫整理カレーの出来上がり。香り豊かなカレールーが歯切れ野菜を美味しくしてくれます。全然大根合いますね。キャベツの歯ごたえも美味しいです。カレーはね、野菜をね、優しく包み込んでくれる食べ物だから、余り物がちょっと出たらもうそれを入れる。野菜の気持ちになって料理をすると、毎日のもったいないが減らせます。詳しくはこちらのパンフレットや札幌市のホームページ、 Facebook をご覧ください。今週の 3R メモ、冷蔵庫の余り物も上手に使ってもったいないを減らそう。アイデア次第で余り物が食卓を華やかにするので R。